ご機嫌いかがですか。福地千尋です。今日は大変に素晴らしいアニメーション SF 新世紀レンズマンをご紹介いたします。それに素晴らしいお客様もお迎えいたしました。レンズマンのプロデューサーの一人である井上さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。あの井上さんね、はい、レンズマンっていうのはすごく変わったタイトルなんですけども、はい、どういう意味なんですか。まあ、レンズマンっていう題でですね、はい、皆さんよく思われるのがですね、うん、ウルトラマンだったりスーパーマンだったり、そういう超人ヒーローものという感覚で捉われるんですけども、はい、このレンズマンって作品はですね、結構歴史がありまして、原作自体は1934年、今から50年前の作品なんですけども、はい、でレンズマンとは一体何かというところなんですけども、うん、レンズマンっていうのは銀河パトロール隊の中で、はい、選ばれた優秀な人間に与えられる称号でして、でレンズという、まあ、腕につけている疑似生命体みたいな、まあ、映画の中でそれを表現するシーンがあるんですけども、はい、結局レンズというのはいろいろな働きをするもので、はい、まあ、万能というとちょっと語弊があるんですけども、はい、まあ、それは通信機だったり、はい、データを記録させておいたり、まあ、あと例えばレンズ自体から不思議なビームを発生したりとかいうものを持ってる人々の称号がレンズマンと。そのレンズマンなんですけども、はい、どういうキャラクターが登場してくるんですか。まず主人公の、キンボール・キニス、キムって言ってるんですけども、はい、彼が、まあ、後でレンズマンになっていくんですけども、はい、で他にですねクリスという女性パトロール隊員がおりまして、今回の映画の中で女性はクリス一人なんですけども、キムの恋人なんですか。最後にはまあ恋人と言おうか、そういう感情が芽生えるというところまでなんですけども、それとですね、あとバスカークという、はい、バレリア星人、まあ、身長が2メートル50センチぐらいある、はい、クマみたいな人間が出てくるんですけども、これもキムと、はい、クリスを助けて活躍するんですが、はい、それともう一人オーゼルという、まあ、ドラゴンというか、はい、型のレンズマンが出てきまして、でこの4人で、まあ、活躍するんですよね。それからこの映画ですけども、はい、コンピューターグラフィックスがね大変に素晴らしいんですけども、はい、今回はどこがこう今までのコンピューターグラフィックスと違うんですか。そうですね、まず今までコンピューターグラフィックスの映画っていうのは結構あったんですけども、はい、割とコンピューターグラフィックスだけをポッと当てまして、はい、まあ、コンピューターグラフィックスという売り方をしてるんですけども、今回はまあ、映画の中で、必然性のあるところで使おうということで、例えばここがコンピューターグラフィックスですよとわからないところでも相当コンピューターを使ってるんですよね、はい、なんかすごくこうよく溶け込んでるっていう感じです。今回もその辺のマッチングという、を、一番注意しまして、コンピューターだけが浮き上がらないように、逆にこの今回の映画のレンズマンって作品を手書きのアニメーションとコンピューターの融合を目指しまして、はい、まあそういう意味で、初めてうまくいった作品ではないかと思いますけどね、はいはい、アニメーションの方もかなりこう密度の濃い、まあ、アニメーションの見せ場のシーンもいくつもあるんですけども、はい、まあ、普通のアニメーションの場合ですと、まあ、アニメーションを手書きで1枚ずつ書くんですけども、はい、まあ、普通ですと5万枚ぐらい、まあ、このぐらいの映画で、まあ、5万枚って数自体がこう膨大ですけども ねすごいですね。それが今回の部分8万枚ぐらい使ってるわけですよね。かなりのもう分量があるんですね。ですからもう全編動き回ってるという作品でして、はいはい、その動き回ってる部分映画の一部をご覧いただきましょう。しっかり、もうすぐ父さんたちが来る。どうかしたの？ヘインズ提督に届けねば。ヘインズ
提督銀河同盟が滅びる。ヒンボール・キニスン、お前はレンズマンに選ばれた。そのレンズがお前の行くべき道を導いてくれよ。レンズは万能の力を持つ。愛する者を守れ。何の真似だ。どうだ、手も足も出まい。やった。心を使うのだ。愛する者を守れ。井上さん、本当にこう動き回ってるっていう感じの映画なんですね。はい、あの制作した側としては、はい、ここを見ていただきたいっていう見どころをちょっと。そうです、まあ、見どころ上げるの今回逆に難しい作品なんですよね。はい、前編も動き回ってますし、はい、でコンピュータグラフィックもこのシーンこのシーンじゃなくて前編に散らばってましてね、はい、まあ、その中でも逆に、まあ、無理して見どころを逆に言いますとですね、はい、やはり頭のオープニングのところのコンピュータグラフィック、はい、タイトルロゴの部分であったり、あと、まあ、レンズの継承のシーン、はい、金髪のレンズマンからキムが初めてもらうところ、それと、例えばその後が、バイクの追いかけシーン、はい、これなんか もう手書きのアニメーションの部分で一番力の入ってるところなんですけどもね、はい、まあ、そのあたり他も本当にまあ見どころだらけと、で止まるところのない映画ですからね、はい、今回はずっと追いかけ回してるというか、はい、走ってる映画ですから、はい、あの裏話なんですけども、はい、なんかコンピューターをこうグラフィックセッティングするのに、はいはい、ダイヤルを押し間違えてというか、まあ、ダイヤルを押し間違えてと言います、はい、よりもですね、あの結局コンピューターというのは対象物がありませんよね、はい、つまりコンピューターの中で数字で計算させて演出していきますから、はい、その部分で例えば数字を、人間が扱ってますので、ね、コンピューター自体は正確なんですよ、はい、ただ人間が例えばちょっとした数字を5っていうところを8にした場合にこちら向いてなきゃいけない絵が逆を向いてたりとかいうことは、はい、少しあるんですけどね、かなりその辺も、まあ、最初の頃でして、あとはもうコンピューター自体ものが入っちゃいますと、はい、それで自由に動かせるんですけども、最初の段階ではそういうこともありましたね。
当にでもコンピューターってすごいですね。そうですね。あの今つけてらっしゃるバッジなんですけど、はい、なんかレンズマンクラブというのもできたそうで大変な人気だそうです。おかげさまで、はい、今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。今日は SF 新世紀レンズマンをご紹介いたしました。